霊師寺は、香川県佐抜市松に所在する寺院。宗派は、高野山真言宗、三号は、道内山。本尊は十一面観世音菩薩。佐抜き三十三観音霊城第十番札所。寺伝によれば、平安時代初期の公認年間に、空海が、死である、岡田牛会を記念し、混流したと言われる。かつては、東林山返上公院。 または、金井山大岡寺と合した。戦国時代の天正年間、長祖壁元地下軍の進攻によりガランは火災に遭い、消亡した。江戸時代前期の1662年、山城国西、明寺の僧、めぐみ忍が、来鈴し、寺院再興を発願した。高松藩書大藩主、松平頼重が、寺院の復興を命じ、山門が復興された。 三ト藩主、徳川光国の子で、より茂の養子となった二代藩主、雷常は1676年、次号東林三霊主寺と改め本堂を建立した。1802年、本堂が再建された。しかし、1828年1843年と、火災に相承亡した。1869年、三号を、 日内山と改め道具が再建された。1933年、放火により再び消防した。現在見られるランは1938年に再興されたものである。山門は、アメタ機場の裏門を移築したものと伝わっている。寺院の裏山に、二代藩主、雷常と九代藩主、雷広氏の墓がある。高松松、平家の修士は、 浄土宗で、菩提寺と母書は、法年寺にある。しかし、雷常は、水戸家の出身であるため、祖父の頼房実父の三国に習い、儒教方式でこの地に葬るよう命した。このため、法年寺から離れた場所に、儒子規模で営まれている。同様に、雷広氏も水戸家の出身であるため、雷常に習って、儒子規模でこの地に葬られた。 門を入ると位配所がある。階段を進むと、雷常の墓があり、さらに奥に、雷広氏の墓がある。雷常の墓姫は、古四人少々南霊言説公の墓。雷広氏の墓姫は、古生四人下中上南名源源、砂尾公の墓と刻まれている。奥の院大師堂ありがとうございます。